夏休み頑張って乗り越えましょう。皆さんこんにちは、ボンアイボンのアイです。ただいまスウェーデンは絶賛夏休み中。お姉ちゃんたちは今週まで学童に行っていますが、末っ子の遠蔵は幼稚園がお休みでお家にいます。毎日公園や買い物に連れて行ったり、お菓子を作ったりして2人の時間を過ごしています。今日は2人で一緒にスウェーデンの定番のカルダモンロールを焼きます。スウェーデン語ではカルダムンマブレ、北欧のシナモンロールは有名ですが、実はカルダモンロールも同じぐらい定番のお菓子で、カフェやベーカリーにはシナモンロールの隣に必ずと言っていいほど並んでいます。ちなみにブッレというのはシナモンロールやカルダモンロールのようにイーストで発酵させた甘いパン生地で作るお菓子のことで、日本でいうところの菓子パンのようなものです。それらを総称してブッレと呼びます。清涼感のあるスパイスカルダモンを粗く挽いたものが中にも外にもたっぷり入ったカルダモンロール、今日は小さなベイカーの遠蔵シェフが頑張って焼いてくれます。ぜひ最後までお楽しみください。生地は私の本ホッとする北欧のおやつのシナモンロールのレシピと同じです。今日は簡単にホームベーカリーで一時発酵まで行いますが、手ごねで細かな注意点などを見たい場合はぜひ本もご参照ください。また過去のシナモンロールのレシピ動画へのリンクは動画の概要欄に貼っておきますね。カルダモンロール10個分の材料はこちらになります。今日は生地はホームベーカリーで、反対なんだけど、これ青もう一個、次あと半分ね、さあ、上手に入ったね。次はお塩を入れるよ。お塩、うん、こうやって、もうちょっとかな、うん、ちゃんやる、なんちゃんやりたいの、自分で。おいおい、ちょっとおいおい、多すぎる、これは。このぐらい、このぐらい。あら、なんということ。どうしちゃってる。じゃあ、取ってみて、半分ぐらい。多くない？ちょっと多くない？ちょっと多いけど。はい、もういいよ、いいよ。十分、十分。イースト入れよっか。小さじ1。これ、イースト。そうだよ。そうだよ。はい、いいよ。もういらないよ。はい、もう一回スプーンここに置いてて、ママがいいよって言うまで入れちゃいけないよ。まだよ、まだだってば。まだだって言ったのに。はい、入れな、いいでしょう。次は卵、できる、そうです。ママ、園長やってみた、一緒にやる？ママだけ。トントンして入れてみなよ。ママだけ。わかったよ。へへ。牛乳入れてもらおうかな。オッケー。はい。バターを入れてもらおうかな。オッケー。はい。じゃあこれをさ、機械にセットするよ。じゃあ蓋を閉めてください。うん。はい、ありがとう。カルダモンロールの中に入れる、カルダモンバターを作るよ。OK。まだ生地を作り始めたばかりですが、遠蔵は何か勘違いをしているみたいです。これママ？うん。そうだね、バターの重さを測る。これ遠蔵？バターの重さを測りますよ。遠蔵はすでにカルダモンロールを食べれると思っているみたい。バター食べよう。バターが 30g 入ります。けなげに食べるのを待っている遠蔵ですが、生地の発酵はそんなに簡単にはできません。カルダモンバター用のバターをレンジにかけて溶かします。蓋って貼ってくれる？蓋できる。ピッタ、ピッタ、ありがとう。じゃあ温めて溶かしてくるからね。最後に上に塗る艶出しのシロップかな。
おりてもいい。ここにさ、お砂糖入れるの手伝ってくれる？オッケー。お砂糖。うん。いる。はい。めんたい。はいよ。次、お水入れよう。水はどのぐらいかな？舐めたでしょあなた。お水も大きなスプーン2つ。じゃあこれを使ってお水を2つ入れて。入れてくれる？オッケー。全部じゃないのよ。こうスプーンで入れて。こうやって。そうだよ。これはじゃあ電子レンジにかけて溶かしてくるよね。これ先に溶かしてくるからね。じゃあ今度はこの溶けたバターの中に、おーわ、バターだねバターだね。はい、1、いいよ。はい、では次はお砂糖が入ります。 OK。 いい、ついでに最後のトッピング用のカルダモンシュガーね。つや出しシロップね。たまになってるよ。トクさん、トクさん、シェフ。ママはアシスタントね。うん、ミートボール食べる？ミートボールある？あるよ。マスご飯食べて。えんちゃんこれ食べたらお昼寝ね。本当は発酵を待つ間にお昼寝をしてほしかったのですが、寝たくない、作りたいの一点張りでお昼寝に失敗してしまいました。マスマスしていい？今はね、ぬりぬりするよ。ぬらぶれやりたい。帽子かぶる？かぶる。OK。 けど何？生地、さっきめんちゃんがサーザー油を入れたでしょ。うん、この後に生地になったからね。気持ちいい。パン生地の感触ってすべすべしてて柔らかくってとっても気持ちいいんですよね。伸ばします。いいですか？55センチとさ、20センチ。してごらん。ルラ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 。エンちゃんの番の後ママの番。オッケー。いい、やってみ。ママ。うん。結構長く伸ばすからね。細長くするよ今日。虹に巻きにするからね。子供がやりたがるときは順番にやることを提案しています。雨やんだね。今天気が良くなってきました。朝雨降ってたけど。ちょっとまた横になって、これでいいかな。穴開けないでくれる？ルーラして。うん、ルーラママするね。長く伸ばさなきゃいけないけど、ルーラして、うん、グルテンの力でさ戻ってきちゃうから、またね元に戻っちゃうからね、ゆっくり何回かに分けて伸ばすと。 OK 頑張れ。スーザン早いね、足ね。ルラソメンブレ。ルラソメンブレ。ディブレ。ディブレ。いい、今もやっても。お姉ちゃんを見て覚えたのか、ここから塩蔵の悪さが始まります。カルダリー。生地。食べてもいい？どうしても食べたいなら、それだけだよ。もう食べちゃダメよ。
ブーレがちっちゃくなっちゃうよ、えんちゃん。うん、焼いてないからね、たくさん食べたらダメ。そんなぐらい。そんなぐらい。はい。じゃあこれでさ、ぬりぬりしてもらおうかな。できる？さっきえんちゃんが作ってくれたこれ。半分だけでいいよ。えんちゃん、えんちゃんも食べないでください。それじゃおしまいだよ。これぬりぬりして。Okay. パレットナイフにする？無理。僕はそれぶれ。出る？あってないよ。食べてない？うんうん。どんなにぬりしてる？えんちゃんいけない、もう戻さなくていいけどさ、もう食べないで、それ以上分かった？やで、やってじゃん、えんちゃん、うん、ここまでね、ここまで、okay. ここだけに伸ばして、okay. 半分だけ、ここも、うん、okay. 見て、イワシメンブレブレだよ、これはこれはブレです、カットしていい？ダメ、カットしないで、いくよ、せーの、おい、パタ。生地を手前半分に折りたたみます。それをピザカッターなどを使って10本の細長い帯状に切り分けます。やってもいい、やってもいい、こうやって細長く切ります。痛い、いいよ、じゃあ、はい、ここをカットして、曲がってるよ、曲がってるよ、えんちゃん、そっか、左利きなんだ、君ね、あ、えんちゃんぐちゃぐちゃにしないで、えんちゃん、ぐちゃぐちゃにしないで、イエー、ありがとう、やった、やった、最後の1個やった、あ、チューしてくれたのチュー、ありがとう、じゃあここやっていいよ、ここ、最後の1個、okay. どうぞ、半分に細長く切ってね、あ、大丈夫、ちょ、どうしてそんなことになっちゃうの、まっすぐだよ、ねんちゃん、じゃあこれほら、ここに当てるからさ、これに沿って切ったら、こうやってドルルルルルルッ、ドゥッ、できた、イエーイ、あれもいいよ、もういいよ、切り刻まないで、ルラしまーす、ルーラーします、お花の形にしますよ、ルーラーします、こっから1個取ります、こっからちょっと伸ばして、あ、切れちゃった、伸ばしてくる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 、うん、くるくるくるってやったら、この端っこからまたくるくるくるって巻くからね、一個取ってみいい、仕上げ、うん、こうやってくるくるくる、こうやってくるくるくる、端っこからまた見て、ブレブレブレできた、これどうだ、ブレブレ、帯状の生地を両手で逆方向に滑らせるようにねじらせます。ねじったら端からくるくるっと花のように巻いていきます。巻き終わりの部分はお菓子の底に入れ込むと形がきれいに整いますよ。オーブンシートやオーブンペーパーを敷いた天板の上に間隔を取って並べます。えんちゃんはぐちゃぐちゃなやつを作ってくれました、ありがとう、ぐちゃぐちゃ、あ、できた、ぐちゃぐちゃできたよ回してる、うまい、 手つきが手慣れてますね。じゃあ発酵させます、発酵させます、もう一回言って、発酵します、発
箱をさせます。箱させます。上手。オーブンの発酵モードなどを利用して 1.5 倍ぐらいの大きさになるまで二次発酵させます。気温が高いと過発酵になりやすいので夏場は特に注意してくださいね。200度に予熱したオーブンで8分から10分こんがりとした焼き色がつくまで焼きます。焼き上がったらまだ熱いうちに先ほど作っておいたツヤ出しのシロップをハケで塗ります。最後にトッピング用に混ぜておいたカルダモンシュガーを上にパラリと振りかけて完成です。はい、できた。えんちゃんが作ったのどれか分かってる？面白い形のやつ。3個やった？うん、だけど3個は食べられないよって言うね。1個食べてもいい？1個食べてもいい。お姉ちゃんたち楽しみにしてる。これエンチの皿？そうだよ。うわっ、はい、よくできたね。ブレイクください。カルダモンロールができました。ブレイクください。はい、1個ください。熱いよ。おいしいブレ。おいしい。おいしい。焼きたてのカルダモンブレは最高です。ぜひ皆さんも作ってみてくださいね。ママとエンちゃんとブレ。コーヒー。とミルク？うん。うん。とミルク。乾杯。夏休み頑張りましょう皆さん。ようやく昼寝をしてくれたので夕飯の支度に取り掛かります。イタリア人コックの友人ジャンルーカがご馳走してくれたミラノの料理オソブーコが美味しかったので教えてもらったレシピをもとに作ってみることにします。オソブーコは牛の骨付きすね肉を煮込んだ料理で、オソは骨、ブーコは穴を意味します。コトコト長時間煮込むことで骨の中心の骨髄が溶けて穴が開くことからこの名前なんだそうです。フライパンに油の半量熱したら、細切りにした玉ねぎを5分間炒めます。白ワインの半量を加えて、そのまま10分間炒めます。玉ねぎは一旦取り出しておきますが、フライパンはそのままにしておいてください。牛の骨付きすね肉は丸まらないようにハサミで周りに切り込みを入れます。両面に小麦粉と塩を混ぜたものをまぶして、余分を落とします。再び熱したフライパンに残りの油とバターを溶かし、中火でお肉を焼きます。ちょっとお肉が大きすぎて全部入りきらなかったので急遽フライパンをもう一枚出しました。こんがりとした焼き色がついたらお肉を裏返して反対側も焼きます。白ワインの残りを加えてアルコール分を飛ばします。玉ねぎを戻し入れ、お肉が隠れるぐらいまでブイヨンを注ぎます。煮立ったら火を弱め、蓋をして1時間煮込みます。途中で1回お肉をひっくり返しますが、煮崩れないように気をつけてくださいね。煮込んでいる間にオソブーコには欠かせないトッピングのグレモラータを作ります。ニンニクは芯を取って2分茹でます。こうすることで辛みを抑えられますが、この工程は省いても OK です。イタリアンパセリとニンニクを一緒に刻みます。ここにレモンの皮をすりおろしたものを加えます。こってりとした料理なので、爽やかな香りのグレモラータがバランスをとってくれます。もうちょっと柔らかくしたかったので、私は合計2時間煮込みました。今回忘れてしまったんですけど、もらったレシピは古典的なレシピでトマトが入りませんでした。でも現在はトマトを入れることが多いそうです。
友人はトマトに加えセロリや人参も入れていました。日本人にとっては油がかなり多いレシピなので、減らした方がいいかなと私は思いました。でもね、すごく美味しかったです。おそぶこミラノ風にサフランのリゾットを添えてグレモラータを振りかけていただきます。 That's like two glasses of wine, right? 入れすぎちゃった。今日も最後まで動画をご覧くださりどうもありがとうございます。動画が良かったよと思ったらチャンネル登録と高評価をお願いいたします。動画編集の励みになりますのでコメントもぜひ残してくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ビゼース。